松本常時10月14日昭和29年10月8日は日本の商法学者、東京府市族、法学博士。戦後、憲法草案を作成したことで知られる。日本全国に鉄道を敷設することに尽力した松、本城一郎の長男として東京府に生まれる。1888年に高等師範学校付属、小学校を卒業。 1894年に高等師範、学校附属中学校卒業。旧正一校を経て、東京帝国大学卒業後、農商務省三時官を経て、帝大に戻り1903年に、助教授となる。その後1906年から9年にかけて、ヨーロッパへ留学し、帰国後の1910年に、東京帝大教授となる。1919 19年に、満鉄理事に就任。 副総裁を務めた後、1923年に第2次山本内閣の法制局長官を務めた。1924年1月2日に貴族院直選議員に直任される。また、帝国学審会員に選ばれる。またこの年、関西大学学長に就任、1928年までその職にあった。1934年に斉藤内閣で、 商工大臣を務めた。1945年に、出原内閣が成立すると、憲法改正担当の国務大臣として入閣、自ら中心となって、憲法草案を作成した。しかしこの草案は、内容が保守的に過ぎるとして GHQ に拒絶されている。1946年、満鉄幹事を理由に、公職追放となった。その後は、 学級活動の傍ら、米国のローファームのような企業法務専門の法律事務所を日本にも根付かせたいと考えて、日本工業クラブビル内に松本常時法律事務所を開設、いくつもの会社で、顧問弁護士や監査役をも務めてもいる。晩年には、東京公共学団設立委員会会長も務めている。1954年10月8日午前11時頃、 東京高等裁判所民事第一号法廷で、弁護人として、弁論終了後、廊下の椅子で休憩していたところの大一血により、意識不明となった。駆けつけた医師により裁判所の廊下で手当てを受けたものの、意識が回復しないまま同日午後7時過ぎに死亡した。死去に際して、訓移等局日大受賞を追贈された。墓所は、東京の多摩霊園にある。 影響を与えた弟子に、女性の田中幸太郎、孫弟子に、鈴木武雄などの商法学者がいる。父は、鉄道町長官を務めた松、本城一郎。先夫人は、慶応義塾塾長を務めた、小泉新吉の娘で、経済学者、小泉新蔵の姉にあたる。女性に弟子であり後に最高裁長官などを務めた、田中幸太郎と、医師で、 慶応義塾大学医学部教授を務めた三篇研ンンがいる。三篇研ンンの子に三篇夏を。文学博士で経大教授を務めた松本正夫は常時の子息。ありがとうございます。